なんだか嫌な感じだな。待ち伏せか。今度は巫女の命をもらいに来ました。相手をしていただきますよ。殺しに来てあげたよ。クソ、てめえらしつこいんだよ。負けるわけにはいかない。やはり七聖士相手に正面からでは無理ですか。ここは一旦引きましょう。目的は十分果たしました。すっぽまいて逃げんのかよ。いつでも相手してやるぜ。お前生意気だよ。シギ様、こいつここで殺しちゃってもいいでしょ。シュラ、言うことが聞けないのですか。あ、はい、すみません、シギ様。目的を果たしたとか言ってたみてえだけど、なんだそりゃ。
もしかしてなんだよ。わからないけど、急いで行ってみましょう。やられた。あいつらこれを狙ってやがったんだな。しかし道を塞がれたのは厄介だな。ああ、これじゃこの山を突っ切って進むのは無理だな。本当に他に道はないの？抜け道とか裏道は？だが道を通らなければなんとかなるかもしれないな。山の中を突っ切れば間に合うかもしれない。もちろん危険な道だから。俺は別に構わねえけどな。行くも行かねえもお前が決めろ。かなりきついと思うけどな。まあ決めるのはマリコだ。判断はお前に任せる。お前の旅だからな。道はきつくなるけど、泣き言言うなよ。んだよ、山道か。たまにはそれもいいけどよ。わかった。お前の意思を尊重しよう。マリコさん、頑張りましょうね。この山を越えて聖地手前の村をまっすぐに目指せばいいってことか。そうなるな。
そこから聖地までは道があるようだし、それにその村で一度休んだ方がいい。本当に大丈夫？少し休まなくていいの？無理をして明日動けなくなっても知らないぞ。頑張るのはいいけどよ、いつまで続くかね。あんまり意地張るなよ。無理すんなって言ってんだろ。マリコさん、焦る気持ちもわかるけど、無理しないでね。本当に動けなくなるぞ。無理をしてもいいことはない。どっから落ちてきたんだ？上の方だって？これって、おい！立ち止まるな。先に進め。捕まれ！
二人とも大丈夫か？私は大丈夫だけど、ウルキー大丈夫？顔色が悪いみたいだけど。ああ、二人も抱えて飛ぶなんて力技を使っちまったからな。ちょっと力を使いすぎたか。富田と引き継は？飛ぶ最後にチラッと見たけど、雪崩に飲み込まれたってより逆らわずにうまく流されたって感じだったな。まああいつらなら簡単にくたばるわけねえし大丈夫だろう。地図は富手が持ってたんだろう。なら目的の村まで何とかしてくんだろう。俺たちは先に進んだ方がいい。わかったわ。二人を信じて先に進みましょう。ええ、私あの二人を信じているから。今はマリコさんを連れて行く方が先決よ。今頃自覚したのか。本当なら残りの七星子を探さなくちゃならねえし、それにお前と一緒にいるとあいつも本気で帰る気になるかもな。ないな。いや、一つあるか。
目的の村までさっさと歩け。いつの間に仲良しになったの？なるわけねえだろ。ちょっと、そういう言い方はないでしょ？俺は本当のことを言っただけだってな。マリコさん、気にしないで。ウルキっていつもこうなのよ。おい待てよ。じゃあいつもの俺ってどんなんだよ。あら、自分のことなのに分かってないのかしら。いや、おっと、先の様子が心配だな。ちょっと見てくる。マリコさん、俺は見回りをしてくる。私は薪を集めてこようかしら。あんまり遠くに行くんじゃねえぞ。お前はいいからここにいろ。外をフラフラされて余計な問題を起こされたくねえんだよ。それに疲れてんだろ。さっさと休んでくれねえと明日が困るぜ。ちょっと、ウルキ言いすぎよ。マリコさんだって頑張ろうとしてるのに。でも、マリコさんはここで休んでいた方がいいわ。寒いかもしれないけど、ちょっと待っててね。